一般社団法人出来若クリエイターズの作業療法士の引地です私は大阪を拠点に全国の重度障害児者へテクノロジーを活用した支援を行っています私が今回お話しするのは重度障害児者のできるを広げる視線入力活用スタートから応用までというテーマでお話をしていきます どんなに重い障害があってもできる力を必ず持っています。その力を引き出すための手段の一つである視線入力。 聞いたことはあるけどどんなものなんだふうどんな風にスタートしていったらいいのかな視線入力をしていく上でのポイントってどんなことに気をつけたらいいのかな視線入力をやっているんだけどどんなふうに広げていったらいいのかなといったような視線入力を知らない方から視線入力を始めたばかりの方そして視線入力を活用していっている方でさらなるアイディアを求められている方。 そんな方たちに視線入力の可能性をそして重度障害者のできる力を作業療法士の視点からお話しできたらなと思っています。